モノノベクマは、アスカ時代の豪族、聖は連。物モノノベクマの名前が登場するのは、日本初期末期、第27の最明天皇7年8月の項目のみである。前将軍大家家、安住の平ら連、将ん、昭家河辺桃江新党、五将軍大家家安倍引田平らふ大戦上モノノベレクマ、大戦上,上守君大石等を、剣して、くだらを、 救いはしむ。治りて、表情、五国を送りたもう。さらに、初期巻期、第27によると、天示天皇2年3月に、前将軍上みけの訓枠後、魔レンオんブ豚、中将軍、小世新全身役後、三輪君、根マロ、小将軍、安倍引田信、平府、大家新か松家を、剣して二万七千人おりつて、白木をたしむ。とあり、ここでは、 安倍平ラフを除いて、2年前のクダラ救援軍の将軍が一新されている。これは、661年の段階の本体は、派遣されずに、改めて編成され直したという説と、西明7年の軍と天示2年の軍とでは、クダラ救援と、直接、白木攻撃とで、軍団の目的が異なっている、という説とがある。あるいは、 先発隊と後発隊ということだったのではないか、と、直木孝二郎は見ている。以上のような事情で、白月の絵の戦いで、物ノべ熊がどうなったのか、参加していたのか否かすら分かってはいない。ありがとうございます。